ってたって手洗ってます。わ、和孝さん、タコちゃんいっぱい、ありがとう。大輝くん、タコちゃんいっぱい、ありがとう。キーちゃんの卒業公演から帰ってきました。今日はキーちゃんの卒業公演リハをして、舞台の対談撮影をして、舞台稽古をしてきーちゃんの卒業公演という、もう本当にもうバタバタすぎてちょっとなんか不安でした。私本当に間に合うみたいな。そう、翼はいらないで劇場着いて、翼はいらないの時に劇場ついて、あと何分みたいな。でももう朝リハーサルやってからもう先にメイクをしておいたので、よかったです。着替えてちょっと直すだけだったので、これがすっぴんだったらもう出れなかった、間に合わなかったです。そう、めっちゃギリギリでした、到着がね。スタッフさんとかみんなに、あ、コミハロが間に合ったってめっちゃ言われた。なんかね、本当はね、今日私出れない予定で、私だけなんか出れない予定でね、なんかあの、なんだったっけ、なんかね、あのなんかキーの卒業公演のあれ出演メンバーってなんか連絡来ないなみたいな、あれ誰が出るんだろう、あれこれ15期出ないのかなと思ってて、でアミに、あれ金の卒業公演って誰出るのって聞いたら、え、15期出るよって言われて、あ、え、知らないと思って出演メンバー見たら私の名前だけなくて、で、えみたいな、え、待って私だけいないぞってなって、で急いであのマネージャーさんに聞いたら、その AKB のマネージャーさんに聞いたら、あのキーちゃんすごいコミさんに出てほしいって言ってたんですけど、あの舞台稽古で出れないってなって、そう、でも急いで事務所に電話して、でも本当にどうしても出たくて、どうしてもキーちゃんの卒業公演出たいので、でもリハーサルとかも参加できなくてもいいので、地起こしで絶対できるんで、お願いだから出させてくださいって言って、であのキーちゃんの事前にあるリハーサルも舞台稽古で参加できなかったし、そうで当日リハもきっと参加できないし、で当日も、まあ、今日も稽古が9時とかまでだったので全部
3つ必要な日にちが全部稽古って出れないからっていうのを私にね、事務所がね LINE してくれてたのよ。あの佐藤キアラさんのゲスト出演の依頼来てるんですけど、そのどの日もどの日程もコミさん稽古で参加できないから今回は残念なんですけどちょっと見送らせていただきますみたいな連絡来てたの、私が気づかなくて、その時に言えばよかったんだけど、できますって、気づかなくて急いで出ましたら、あれ LINE しましたよみたいな、え待ってごめんなさい本当見落としてましたみたいな、でも本当に申し訳ないんですけど本当にどうしても出たいです、もう一曲だけでもいいからもう絶対に出たいです、同期の卒業なんですとか言ってで、ちょっとあのジワルデイズは私がリハーサルに当日もあの前もってのリハーサルにも参加できないとちょっと周りのメンバーに迷惑がかかるので、ジワルデイズはちょっと諦めて、同期の同期と、まあ、ひななも同期ということで、同期と愛ちゃんとのこの涙を注ぐ、君に注ぐだけ出させてもらいました。でもリハーサルが今日2回公演だったからめっちゃ朝早くて、そうだから逆に出れました。リハ出てダッシュで稽古行ってギリギリまで稽古出て自分の出番の1曲前に劇場に着くっていう、でも絶対に出たかったので出れてよかったです。てかジュアルデイズに私がいなかった理由はそれです。ちょっとねジュアルはね私だけができてもなんかリハにいなかった人が急に本番いるって結構周り的には不安な状況になっちゃうので、ジワルはちょっとモニターで見守ってました。これお姉ちゃんのカフェから届いたんですけど、なんかすごすぎ、すごい、ファンの方からこんなに立派なマスカットいただきました。こんな大きいマスカット見たことないんだけど、え？見て、一粒でかっ、すごい、ママが送ってくれました、カフェに来てくれた方がマスカットくれたよって言って、めっちゃ大きい一粒、すごい、ありがとうございます、すごすぎる。いただきます。
さっと洗って皮ごと食べられるんだって。いただきます。これ高い水。うん？ちょっと届いたらママに写真撮って送ってって言われてたんだ。一緒写真撮って。大本分厚すぎじゃない？今日食べようと思ったけど食べる時間がなかったものたちを冷蔵庫に入れる。ね、飲みかけのキレートレモンさ稽古場に置いてきちゃった。私の席だけど恥ずかしい。明日稽古行けないのに。飲みかけのキレートレモン置いてきた。
続き飲もうと思ってたんだけど、なかったです今。恥ずかしい。660日連続ありがとうございます。660日を迎えました。語呂がいいですね。660。もうその涙を君に捧ぐが、あの頭から離れない。ん？あ、ブー君、銀お城タワーありがとう。嬉しい。ちゃんとお肌隠しておかないと録画してるやつにネットで拡散されるよ。お肌隠しておかないとってどういうこと？ちゃんとお肌隠しておかないとってどういうこと？何一つ理解ができなかった。ん？5時。一瞬こちらセットしてきます。よいしょ。一旦部屋に戻ろうかな。今日も一日お疲れ様でした。よいしょ。マジャリンの怪我知ってるって。知ってる。
めちゃくちゃ落ち込んでたもん。稽古始まって5時間ぐらいずっと落ち込んでた。大丈夫かなって。大丈夫ですよ。大丈夫じゃない怪我ってもう骨折とかだからね。痛いのは絶対痛い。でも大丈夫じゃない怪我は骨折とか入院とかです。なので大丈夫って言うしかない。ちょっとねマチリンがねそうもう痛そうでかわいそうだった。かわいそうまちゃんってなったけど、ちょっとあまりに落ち込んでて稽古中ずっと落ち込んでたから気持ち切り替えてこうって。そう転んでからまちゃちゃん何時間経った？大丈夫。今は一旦忘れるんだ。なんか痛さよりも携帯が割れちゃったことにショック受けてた。だからなんで保護フィルムつけないの？保護フィルムつけてよ。保護フィルムつけてなかった。裸だった。保護フィルムは絶対つけた方がいいよ。携帯一番へこんでた。それへこむよね。なんか稽古中泣いちゃってマチャが転んじゃって稽古遅れてきたんだけど転んじゃったからね。でみんな大丈夫ってなるじゃん。でもやっぱ稽古には集中するじゃないですか。でも多分めっちゃ気持ちが落ち込んじゃって泣いちゃって。でもさその稽古中泣いちゃうとさで周りが大丈夫ってなるとさ大丈夫ってなるとより泣いちゃうの分かります？私そうなんですよ。だから稽古中とか自分の不甲斐なさに涙出てもマスクで隠すのね。周りに気づかれないように自分がそのなんか涙出ちゃったことで稽古止めたくないし絶対気づかれないようにマスクここまでにしてやってていつも。でそのマチャが痛さとそう気持ちが落ち込んじゃったことでしかもさ稽古もさやっぱ進んじゃうから遅れてくると。でもめっちゃ落ち込んじゃってマチャ見ながらマチャがってなったけどちょっと心を鬼にしていかなかったです。その稽古中はね絶対大丈夫って言ったらそのなんか優しさで自分の切なさがもわってなってささらに涙出るだろうなと思ったから。そうまあね他のキャストさんとかは優しいから稽古中でも大丈夫だよみたいになるけど稽古終わってから行きました。でその稽古でできなかったやつ一緒にやろう待ち合って。でも本当にあまりにずっと落ち込むからもうそんなに落ち込まないで気持ち切り替えてこうってなった。
超ポジティブ人間とネガティブ人間のいつもの質問のやり取りいつも稽古とかでむちゃがもうできない、あもうダメだ、あもうできないってなるから、できないって思うことがまずいことだから、できないって思ったことを何ができてないのか演出家さんに聞きに行こうって言って、いつも二人で演出家さんとか言ってますなんかすごいマチャと一緒にいると自分がすごいなんかクールな人間に思えてくる。全然そんなことないんだけど、マチャがすごい可愛い性格だから、なんか私ってこんなになんかクールだったっけみたいな。なんか周りがさテンパってるとさ自分は冷静になりますよね、逆に。わかる？なんかあ私がしっかりしなきゃみたいな気持ちになって、そうなんかマチャとかサキポンと一緒にいるとすごいなんか私がしっかりしなきゃ、私がなんか引っ張んなきゃみたいな気持ちになって、すごいなんかお姉さんになれます。同期の中だとそんなことないけどねだからなんかその自分の不甲斐なさとかで稽古中とかあもうダメだってなってもなんかしっかりしなきゃって思って、そう踏ん張れます、マチャとサキポンのおかげで。すごい妹みたい、二人とも。全然マチャの方が年上だけど、みんなの妹って感じする。舞台の。多分こんな顔で見てると思う、マッチャとサキポンのこと。でも結構私はサキポンと絡みが多いので、今日はずっと休憩時間サキポンと藤井さんと3人でこうしたらもっといいシーンになるんじゃないかとか、ここのマノンの感情はこういう感情なんじゃないかみたいな話をずっとして、で演出家さんに相談してみてっていうのやりました。もう本当に純潔の女王はカラリン様だったんですけど、
もう本当に藤井さんが頼りになるお姉さんで、そう、なんかさきぽんを見ててもっとこうした方がいいのになとか、こうした方がきっと素敵だろうなみたいなのをめっちゃ思っても、なんかなんて言ったらいいかなみたいな。だからなんかマノンのここの感情はこういう気持ちなんじゃないみたいなアドバイスしかできなくて、そう、だからなんかそれをきっと多分藤井さんも思ってて、きっとこういう思いだからこうした方がもっと素敵になるよっていうのをすごいもう明確に言葉で教えてくださって、めちゃくちゃ頼りになるなお姉さんってなったし、お姉さんたちって本当に本当になんか引っ張ってくれてありがたい。自分のことでもいっぱい大変なのに、サキポンの演技のこととかも全部考えてくれて、そう引っ張ってくれて、なんかこうした方がいいんじゃないかなと思いつつも、なんかそれが正解じゃなくて、そうやって言ったのに、なんか演出家さんにそうやって私が言ったからそうやったのに、なんか演出家さんにダメ出しされちゃったらどうしようみたいな思って、なんかそう、ここの感情はこうかもねみたいな話しかできなかったから、めっちゃ助かりました。さきぽんセリフがある舞台初めてなんですね。すごい分かんないってずっと言ってて、なんか分かんなくておーってずっと言ってるから、さきぽん舞台出てたじゃんって言ったら、えセリフあるの初めてなんですって言ってて、嘘やん。もうめっちゃわかる。なんかいきなり稽古で、はいじゃあやってくださいだから、そのどんな喋り方したらいいのかとか、ここはどういう感情なのかとか、何にも説明とかはなくて、自分で読み取って急にはいやってくださいだから、もう分かんないのめっちゃ分かるよって思ってた。そうでもその二人で一緒に練習、サキポンとサキポンのセリフをやりながら、すごいサキポンがなんかこうですかねこうですかねって言ってくれるのが全部音の出し方だったから、アトレイユアトレイユアトレイユどっちですかねみたいな。だからその声の出し方はもう何でもよくて、裏返っちゃってもいいし、もはや声が大きくてもちっちゃくても、裏返っちゃっても落ち着いてても何でもよくて、その声の音じゃなくて、どうしてアトレイユって言ったのか、何を思ってのそのアトレイユなのかを考えて言ったらすごい良くなるよみたいな。だからもしなんか気持ちが乗りすぎちゃって声が裏返っちゃったとしても、そこに気持ちが入ってるからその言葉が出たわけだから、音なんて何でもいいんだよっていう話を今日しました。だから分かんないから、私たちもその感情シーンごとの
何の感情が正解なのか。だから一緒に演出家さんに聞きに行こうって言って、今日演出家さんとサキポンとここはどういう感情ですかねみたいな話をめっちゃしました。そう、でも私もこれは探究で習ったことで、探究の時に私オムさんが教えてくださって、そう、結構ね、ジョーステはね演技指導とか全然ないんですよ。本当にやっぱ演出家さんによって指導方法が全然違くて、探究のオムさんは結構求めてる演技が明確にあったから、もう言葉の気持ちの乗り方がもう全部決まってたんですね。だからもう本当に台本すべてに感情を教えてくださって、え？はてなの一言も、このえ？はてなは一文字だけど、え？は私が全く知らないお客さんがここに来てる、え？誰？この人のえ？でその次は、次のえ？は匠がそのお客さんとめっちゃ普通にしてて、え？初めてじゃないのこの人、え？何回も来てたの？のえ？知ってたの？え？何この二人の距離感の、え？でこの人誰って言って、なんとかさん、え、そのもう3回目の絵はみたいな、でも全部を教えてくださって、でもその動作一つ一つもめっちゃどうしてこの動きをしたのかみたいなのをめちゃくちゃ教えてくださるから、そう、なんか本当にもうなんかめっめっちゃ勉強になったなって思って、そう、なんか演技とはをすごい学べたのが探究だなと思って、でやっぱ純潔の女王とか今回の星を女王とかはもうね、もう一番難しいです正直。ジョーステって本当に難しい、これは吉田さんにも言ったんですけど本当に難しい。何なんだろうこの難しさ、なんかもう演出とか世界が壮大すぎて、え、この時の感情何みたいな、例えば自分が悪魔になっちゃった時の感情とかも、悪魔になる感情って、うん、悪魔みたいな、でもこうしてとか本当になくて、だからなんかこうしてとかが本当にないから、なんかこうしてとかないからこそこうしてって言われた時がめちゃくちゃ嬉しくて、怒られるとへこんじゃうタイプだけど、もう全然何もまだ分かんない状態だから、なんかアドバイスとかこうした方がいいよっていう言葉がすごく嬉しくて勉強になります、めっちゃ。結構吉田さんはね何にも言わないタイプなんですよ、本当になんか聞きに行ったら教えてくれるのめっちゃ、でもなんかこうしてみたいのがあんまり
そんなに言わないから、本当にもともと演技ができる人とかが上捨てってやっぱお姉さん組とか集まってるなと思って、だからもうそんなお姉さん組のエリザベート様とか、その千歳優さんとか、そのガラリン様ね、ダブルガラリン様の藤井さんとかの演技とか見て学ぶ。そう、だから本当に、でももうさ、やっぱエリザベート様とかアメリア様とかはもう何作も何作もやってて出来上がってるからさ、そうなのよ。すごいなって思う。なんかもうできる人たちのスタンスで稽古が進んでいくので、もう不安でしかなくて、私何にも言われないけど本当に大丈夫かなみたいな、これ本当にいいの、これで本当にっていう、すごいなんか不安になる。言われまくったら言われまくったで絶対へこむんだけど、何も言われないと何も言われないでもう不安しかなくなるよね。でもなんか白石真由美さんがポストしてくれてて、そうで、すごい仲良くなりたいですって書いてくださってたのがめっちゃ嬉しくて、でもうぜひタメ口にしましょうみたいな、コミハルさんっていつも言ってくださるから、でも全然コミハルとかさんなんて全然つけなくて大丈夫ですよって言ったら、なんかアトレイユがすごすぎてもうなんか恐れ多くて呼び捨てできないですって言ってくださって、もうタメ口とかも本当にすごすぎて話せないですって言ってくださって、すごい褒めてくれて、めっちゃくちゃ自信なかったから少し自信が持てました。そう、少し自信が持てて嬉しかったです。でも確実に少しずつなんかアトレイを知れてきてるなというか、つかめてきてるかなって思うので、頑張ります。でも今日めっちゃ本当に藤井さんとさきぽんとここの時こうしたらきっともっと素敵だよねみたいのをいっぱい3人で話したので、なんか自信が持ちました。私もうちょっと全部聞こうと思って藤井さんにシエナの時もなんか全然わかんなくて、私の読解力がなすぎて、センスがありすぎて、吉田さんがその脚本もアドバイスも全部がセンスの塊すぎて聞いても理解できなくて、うんっていう。だからなんかカタリーナとシエナ、純潔の女王の時もシエナとカタリーナ
ってシエナはどういう子ですかみたいな聞いた時に、シエナが太陽でカタリーナが月って言われて、なんかわかる、わかるんだけど、それを具体的にする私の読解力がなすぎるみたいな。なんかその活発とか元気とか引っ張っていくとか、そういうのが太陽カトリーナが月みたいな。で、あ、陽キャと陰キャ的な感じですかみたいな。例えばだけど、太陽と月ってもう陽キャと陰キャしか思い浮かばなすぎて、シエナが陽キャでカタリーナが陰キャみたいな。でもカタリーナめっちゃ活発な明るい子だったから、もう最初え、シエナが月になっちゃってますねみたいな。ずっとアマネさんがめっちゃ明るい人だし、演技がすごい上手だから、めっちゃなんか活発で、で私がシエナがなんかカタリーナに私を置いて死なないでねみたいな、私を置いていかないでねみたいな感じだったから、シエナじゃね月みたいな、カタリーナが太陽だなってなってて、でも本当にエリザベート様、御霊王さんがなんかそのどうしてシエナはこういう性格になって、どういう気持ちで育ってきたのかとか、そういうのを考えたらすごいわかるよって言ってくださって、めっちゃうわっってなりました。だからなんか太陽ってただ生まれ持った太陽なんていなくて、生まれてからシエナとカタリーナは双子でずっと一緒で、外に遊びに行きたかったけど行けなくて、まあどちらかといえば閉じ込められてるみたいな状況で、でもカタリーナがいてくれたから、お城に閉じ込められてても私は寂しくなかったし退屈もしなかった。でもそんな妹のカタリーナが、そのおばのガラリン様からすごい冷たく扱われてて、で私が守らなきゃで、やっぱそうやって冷たく扱われたりとか、死神が見えてたみんなとはちょっと違う妹を見てたら、私が守らなきゃって思うし、すごい正義感が強くなってくんだろうなみたいな。で正義感も強くなってくし、なんかそんなにカタリーナはできない子じゃないし、カタリーナも明るいんだけど、シエナが自分で私が引っ張んなきゃ、私がお姉ちゃんだもんみたいな感じになるんだなと思って、だからカタリーナが月だからといって別に暗い子で、シエナが太陽だからといって明るい子じゃなくてもいいんだなっていうのが分かって、カタリーナだって月みたいな存在だとしても明るさはもともと持ってるから、そう、なんか自然と太陽というよりは、もともときっとどっちも太陽みたいに明るい性格だったんだけど、きっと育ってきた環境の中でシエナは周りのみんなから優しくされて、自分的には外を知りたいけどカタリーナもいてくれるし、みんなも周りのみんなのことも好きだし、自分は幸せ、自分は満たされてるし余裕があって、そんな
余裕がある状態で妹が危ういところがあるから、脆いところがあるから私が守んなきゃみたいな気持ちになるし、カタリーナはカタリーナで明るいからシエナの前とかでは結構活発、なんか私は死なないよみたいな活発だけど、ガラリン様とかには冷たくされたりとか、まあね、暴力振るわれたりとかしてるから、どうしても影になってしまうところはできるよなっていう。だからシエナに私のせいで二人で牢屋に閉じ込められてごめんみたいな、そうで、なんかその小さい時からの育ち方とかで考え方とか思いとか気持ち感情とかで、あ、だから太陽と月みたいな感じなんだなと思って、そう、もう本当にそのゴールに行くまでのこの模索をたくさんのキャストさんとかにヒントをもらいながら、こういうことかってなってます。っていう今までの方程式でアトレイユもやりたいんですけど、難しい。でも本当にようやくちょっと分かってきました。そう、なんか最初の役作りで吉田さんと一緒に作ったアトレイユに結構固定概念があって、そのどのシーンも、え、アトレイユこんなこと言うかなみたいな、え、アトレイユこんなに感情動くかなみたいな気持ちで、すごいなんかって悩んだんですけど、すごいね、難しかった。なんか今回は主人公らしくない主人公って一番最初に吉田さんに言われて、主人公らしくない主人公にしたからっていう新しい上司での主人公って、でも稽古をするたびに、まあ、主人公だからアトレイユはって、だからもっと主人公らしく見せたいみたいな、待って分かんないみたいな、主人公らしくない主人公だけど、だけど主人公こうらしく、信仰だから信仰らしくしないといけない、えっみたいな。ん？っていう、その答えにたどり着くまでまだもうちょっと時間がかかりそうです。の読解力がなくて、どういうことだっていう、なんかその他のキャラクターだったらもうめちゃくちゃいいんだけど、他のキャラクターだったらめちゃくちゃいいんだけど、主人公だからみたいな、そうか、主人公だから自分の感情を口に出す時とか、会話じゃなくて自分の感情をただ言う一人でみたいなのとかも難しいって思って、これはなんかどういう感じ、これ何ですかみたいな、もう一回聞いてる吉田さんに、これ何ですか、これは独り言ですか、それとも
エピローグみたいな感じでみんなに説明をしてますか、それともえこれ会話してますみたいな全部聞いてる。難しいです、シエナとカタリーナをどっちもやってる感じだから、なんか二重人格みたいな感じ、なんかその全然二重人格の子じゃないんだけど、シーンごとに感情とかシーンごとで見た時にあまりに行われることの起伏が激しすぎて、感じたままやるとえこれなんかアトレイユ一定してるみたいな。でもその一定しちゃうと他のキャラエリザベート様とかだといいんだけど、アメリア様とかみたいな、こういうなんかエリザベート様みたいな、こういう感じだったら素敵なんだけど、そうだからそのアトレイユが主役じゃなかったらもうめっちゃいいんだけど、主役だからっていうのを毎回稽古の時に言われてて、難しいなと。とっても難しいなと思っております。なんでこんなに難しいと思っているのか、きっと作品を見たらわかると思います。まあでも多分アニメとか漫画だとあれだけど、舞台だからなっていうあれに陥りました、ストーンと。ストーンと落ちる。過去一悩んでます、過去一わからない。だってもう脚本読んで泣きましたもんえ待ってどういうことと思って、そのお話自体はめっちゃわかるんですよ、お話自体はめっちゃわかるんだけど、アトレイユが、そう待ってわかった、アトレイユが私と真逆の女の子すぎて、なんか歌とか歌詞とか見てもうめっちゃ私泣いちゃうの。そのこのジョーステの星よ女王の歌が、えこの歌本当泣けると思って泣いちゃうんだけど、えでもアトレイユは泣かないんだろうなここでみたいな。アトレイユは泣くような女の子じゃなくて、泣いたことあんのかなって感じ。アトレイユ、だからさ私ってさ感情の起伏激しいタイプじゃないですか、感受性豊かなの。だからなんか自分に素直だけど感受性豊かなタイプではないから、トレイはそこが難しいですね。怒っちゃったり泣いちゃったりした方が楽なんですけどね、演じやすいし分かりやすいし。
難しいなと思いつつも、でもすごいこの星を女王はアトレイユの成長物語って吉田さんに言われて、なんかそのアトレイユの成長を皆さんに見てもらえるように頑張ろうって思いました。ではちょっとお礼させてください。じゃん、ぷーくんありがとう。アトレイユ頑張ります。耐えたかな。ではランキング読みます。13位クロ、12位サローさん、11位クリスロナウド、10位シンシン先生、9位ユプちゃん、8位リンリンさん、7位パーチンヘアのユウくん、6位大輝くん、5位プロちゃん、4位いちごひよこさん、3位カズタカさん、2位シーカーさん、1位プーくんです。ありがとう。皆さんありがとうございました。ちょっともう投資稽古終わってすでに泣いちゃいそうそれぐらい悩み抜いて作った舞台になります。今日はメインテーマの振り入れをしたんですけど、一曲4時間かかりました。5時間かな、5時間かかったかな、2、3、4、5、4、5時間かかったぐらい、あの本当にこだわり抜かれてるので、そう本当にお楽しみに。今日の振り入れの稽古動画見たんですけど、すごいってなった。私たちこんなことやってんだって。